長かったですか皆さん。お久しぶりです。さっきよりお久しぶりです。レミの中ではびっくりして気づいたらさもう16分だっためちゃめちゃびっくりした。早すぎ、超びっくり。そう皆さん1分ってマジで早いね。焦ったもんね、結構早すぎて。久しぶり。何します、ここのルームでは。じゃあレミがお話し会の時に、お話し会の会場に持って行ってるポーチの中身を紹介したいと思います。メイクポーチとは別にあるんだけど、ポーチの中身を紹介したいと思います。こっちはリップが多く入ってる違うポーチね、あのサブポーチ的なお話し会用のポーチの中身を紹介します。では始めていきたいと思います。あ、これは本ポーチではないのでそこだけはお知りください。まずこちらイニスフリー、これはもう鉄板です。もうレミ何個目ってレベル、もう5個目ぐらい。あ、やばいやばいやばい、コーナー出てきて。これは最近また新しく新調いたしました。イニスフリーもこれはねコスパがいいんですよ、すごく。もうね安くてちゃんとカバーっていうかサラサラになる、テカリも抑えてくれて。お、紫さん、クマ10連ありがとうございます。ありがくまたわ、嬉しい、ありがとうございます。すいません、ありがたい、嬉しい、嬉しすぎる、ありがとうございます。ワンタンメンさんもハートありがとうございます。これ鉄板です。これはもうねみんな持ってるって言っても過言ではないぐらい持ってますね。ポーチに入りやすいあれです。ミニスフリーってプチプラなの。え、でもこれはプチプラ800円ぐらいだと思う。こうな、そう、これがまず入ってます。でアイシャドウこれも最近買った、ルム&のゼロ。これは使わってないんだけど、お話し会では、お話がお話し会の会場なんかとりあえず持ってます。こんな色味可愛くない？レミはこの色と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 この色を使いました。あとこの色も使った。このさ大粒のラメめっちゃ可愛いから、なんかステージ映えしそうだなと思うので今度つけたい、ぜひとも。ほらめっちゃ可愛い、見てわかるかな、めっちゃ可愛いのこのラメ、やばい、超可愛いので。キラキラ使います。昨日も使ってたけど今日はマットメイクにしました。アッキーさん、タコありがとうございます。これ本当にね新しい、これを新しく新調しました。アイシャドウロム&は鉄板ですね。あ、こちらからアーシーグラム、こちらから、あ、違いました、すいません、何にもないです。これもおすすめ、めっちゃ発色よくて超いい、超発色よかった。あとは、あ、安定の櫛です。こちらピンクです。可愛いでしょこのピンクの櫛。学校に持って行ってるのは違う櫛なんだけど、このポーチではこれが入ってます。可愛い色の櫛。これもうこれは必需品です。本命のポーチじゃそうですね。あとはリップ系、リップがめっちゃ入ってる。リップだよほぼこれ、使ってないのにさリップばっか。こんな感じ。まずこちらから、これはマットのロム&、これは卒業式の時お友達がくれました。
こうマットのリップはなんかカジュアルストリート系とかそういう時に使う。で最近一番使ってるのがこれ。これめっちゃ可愛い、今もつけてるんだけど、ちょっとあんまりいけないんだけど、これはラム&ウォーターティント06番です。これ超可愛いです。これは一番使ってる。もうこれはもうないんだけど、ないのに入れてるとかさ最悪だよ。え、あったわ、ありました、ついてた。これいい匂い。これはあ、ハッシュタグ11番ピンクプームプンキンパンプキンで、これこの色かわいいよ、めちゃめちゃ。なんだろう、自然なナチュラルです。ルーム&はこれにて。これは DHC さんで、あのオルガン坂に出た時に、それこそささっとメイクの佐々木さんがメイクをしてくださった時に使ってたものをいただきました。 DHC さんのこれよく使ってる。それこそね、ステージとかイベントとか劇場公演の時は、あの仕事とかの時はこれ、この上からこれを使ったりしてます。めちゃめちゃ活用。これあと、これもグロス、これは全然使ってない、マジョリカのグロスです。めっちゃね、これ超グロスって感じのグロス、かわいい。グロスってさ、いい匂いするよね。そう、これでもあんま使ってないかも。これはてかな、てな感じです。リップ編続いてはこれはケイトのダブルライナー。これもうないんだよね、多分ないのに入ってる。これは涙袋、最近はこれで書いてないんだけど、涙袋とか書くのに使ってました。だけどもうないです。ケイト、これは福留に教えてもらって買いました。そう、次はこれ、アイライン。これ大丈夫な、興味ありますか皆さん。こちらはセザンヌの極細アイライナー。これをさ使ったらもうこれしか使えなくなっちゃう。ブラウンのアイライナーです。こんな感じ。これが描きやすくて色も可愛くて好きです。需要あるかな、なんか心配になってきた。まあもうちょっとで終わるので。これです、ね、続いては薬用リップ。意味はこれをしか使いません。薬用リップは本当にね、これが一番好き。なんかね、いいや、すぐなんだろう、スースーするやつが好きで、なんかこれはすぐ塗ったらすぐスースーするから、あ、効いてるんだみたいな感じで嬉しくなるから、これが好き。ド定番だし、これ超安いから超好き。メンソレータも一択です。なんかスースーするじゃん、あ、効いてるって感じになる。これは皆さんぜひ使ってください。なんかなんだろうね、これが好きです。結局これになる、うん、聞いてるって感じがして好き。で、あ、今日ビューラー入れるの忘れてたんだよね。あ、これもこれは消毒消毒とか言っちゃって、そう、これはね、今必須、今時必須です。消毒です。アルコール、あ、よくしてます。これ消毒液もうちゃんと入ってます。ラストはフリスクです。これに常にさ、口の中をすっきりさせたい人だからフリスク入ってます。これいいよね、あの、かさばらなくて。これは最近買いました、コンビニで、ビニコンで。以上です。
ポーチはこれはサンキューマートさんとサンリオとおされカンパニーさんがコラボしてた。マスクの指はカバンの中に入れてます。これ可愛いよね。 S カワでも紹介したけど、これがなんかちょうどいいサイズで可愛くてお気に入りなので、これを一生使ってます。私以上です。少ないけど、ミンティア、ミンティアも好きなんだけど、なんかずっとリミミンティア派、ミンティアを食べて使ってたっていうか食べてたんだけど、こっちにしてみようみたいな感じでこっちにしてます今は。でも次の時はどうなるか分かりません。気分屋なので。以上、リミのお話し会の時のポーチの中身でした。どうですか皆さん、興味なんかいいなって思った商品ありましたか。ぜひ参考にしてもらえると嬉しいです。ミンティアフリスクですねフリスクリップ、なるほど。あ、隠れて取られてましたね。なんか福井県の誰かわかんないんですけど、福井県の方に盗撮をされました。今日もたくさんなのでリンも盗撮をしました。待ってね、でも許可を取ってないので。そう、盗撮、エスカワさんにね盗撮されて、あれなんかさ、やらせみたいな反応だけどリアルなんですよ。カニの人に盗撮盗撮されてましたね。なのでやられたらやり返す精神で、なんかその前もなんかすごい盗撮をされてた。その前もすごいと言い方あれだけど、その前もでなんかそういうゲーム遊びをしてて、なんか不意に見たら、そう、そう、倍返しだ。面白い。何に、あ皆さんに謝りたいことが一つあって、あのさ、めちゃめちゃ前の配信で前の配信でなんかインスタのエフェクトでつぶつぶが嫌いっていうのを皆さんが言ってたじゃないですか。だけど今日もうなんか漏れるエフェクトを見つけてつい撮りたくなっちゃって撮っちゃいました。なんかキラキラついてる。申し訳ないです。それはすごくなんかキラキラついてるんだけど、何これ気になる。そう、申し訳ないです。ごめんなさい、我慢ができなくなってあのエフェクトを使っちゃいましたそう、そうです、 JK なのでね、ごめんなさい。この例のストーリーでもこのエフェクト超かわいい。ちょっとドキッ、最近ストーリーをたくさん使って福留光穂さんともたくさんお話ししました。なんかすごい昨日今日のお話し会期間は福留といる時間がすごく多くて、なんかやっぱりねすごい寂しいなって思ってずっと一緒にいました。うん、めっちゃいい写真でしょ、思いました。それ私もそう、なんか福留との時間を大切にしてましたね。とても悲しいよ、すごい悲しいけどね。福留の未来を応援します。レミは卒業してからは
友達になってって言われたので、しょうがなくお友達になり嬉しいです、すごく嬉しく友達になってたくさん遊びます。すくとめでもなんか寂しいね、やっぱり同期ってさ、なんだろう、一緒に入ってきて何もわからない状態から、それでさ一緒に這い上がっていく仲間、一番身近なメンバーじゃん同期だから、すごい、なんだろう、やっぱり福留ってよりお披露目から一緒だったんだし、めちゃめちゃ初期の頃から可愛がってくれてたからこそ、すごいなんか寂しい、余計に、そういろいろなねレッスンとかも共に乗り越えてきたからこそ、そういろいろなね思い出があって、だから寂しいなって思いました。そうやっぱりね、同期ってなんかホームアットホームって感じじゃないですか、やっぱりみんな。だからそうそう、同じ時間をね結構長く、まあ、結構って過ごしてきたからこそ、そうだね、いろいろ悲しいなって思う場面もありますし、めっちゃ悲しくなってきた。なんかさ、なんか福留と席が近かったんですよ、割と斜め前で、で福留の話が聞こえてきて、それですごい切なくなって、いやでも一番辛いのは多分ファンの方だから何とも言えないんだけど、なんかそのさ福留の話を聞いてると、本当に卒業しちゃうんだって思っちゃって悲しくなりました。そうそう、福留さんね、留さん話し会ぜひそうです、皆さんも悲しいね、実感湧かない。でもなんか結構前から卒業するかもっていうのは聞いてたけど、本当にするなんて思ってなかったから結構びっくりしました。のりぴーさん、かわいい、ありがとうございます。そう、実感湧きません、全く持ってね、そうなんですよ。だからびっくりだよね、みんな。わかります、その気持ち。悲しいですよね。わかります、その気持ち。その同期が3人になっちゃう。少な少なって感じだよね。3人。不思議な気持ちだよ。でもこれからもリミはまだまだ卒業しないので、押していってください、これからもよろしくお願いします。まだまだいるので、卒業する予定なのなんて一切ないし、はい、なので安心して押してください。はい、ね、
昨日さ初めてさ、初めてじゃないわ、愛理ちゃん撮ったけど、平田由紀ちゃんと写真を撮ったんですよ。そう、気になる存在なの子、気になるって可愛いなって思ってた。平田由紀ちゃん可愛かった、顔ちっちゃかった、こんなんだ、ね、写真はあのメール撮ってる方にはね、メールに載せたので、撮ってない方は残念でしたって感じ。あははって感じ。そう、頑張って、レミより年上なんだけど、頑張って喋りかけました。残念でした。そう、頑張って話しかけてね、めっちゃ綺麗だよね、鼻高って思ったし、顔ちっちゃってなりました。可愛い。17期生と仲良くなった、仲良くなれません。いや本当に話せないよ、もう昨日も挙動不審だったもん絶対。あ、気まずってなっちゃった。あ、年上の子が多いからさ、17期生難しい、仲良くなるにはまだまだ、もう2年ぐらいかかっちゃうわ、リアル2年リアル2年たかかっちゃう。難しい、すごい難しい。そう、畠山のぞみちゃんが中学3年生なのかな、いやのんちゃん、いや2年、本当にリアル2年なんで、年上の方とね、人見知り発動しちゃって難しい。どういうこと、17期のふりすればいいけど、何話していいか分かんない。でもそれこそ「さやかの台所」に出演させていただいた時に、下本恵理子ちゃんは同い年なんですけど、結構話せました、話が弾んだ、嬉しかった。でも嬉しかった、同い年。そう、何かのねお仕事で一緒になってなったらね、距離は一気に縮まるんですけど、愛理ちゃんとか結構縮まったとは思ってる自分の中で、分かんない、あっちがどう思ってるか分かんないからさ、何とも言えないけど、まだ話してない子はねたくさんいます。じゃあ逆に話したことある子は、えりちゃん、平田由紀ちゃん、愛理ちゃんだけ、だけらしいよ。え、嘘、でもそう、ニーナちゃんは喋ってない、え、やば、え、そうだね、本当にその3人やば、ね、全くグイグイいけません、むしろ無理です、そういう苦手、人見知り、テロップ入れたら本当にねおかしくなっちゃうのでね、入れれないんですよ、申し訳ない。森さんの現場で喋ってね、そう、17期生のことはあれ、あの楽屋が違うから話せません、なかなかね。そうなんですよね、固まっちゃうっていうかね、そのなんかあれがさ、キーボードがずっと出てきちゃうからできない。そうキーボードが消えないね。そう、ドボン配信もいいなと思ったので、いつかドボン配信します。ドボン配信、
配信いいなって思いました。すごく。なのでドボン配信いたします。今日のメイクってかなりナチュラル。なんだラメイアイシャドウ薄めかも確かに。でもなんかめっちゃさ消えちゃったんだけど、ここにライン入れたんだよね。今日はアイライン長め。めっちゃさなんかめちゃめちゃ可愛い子をインスタで見つけて、その子みたいになりたいと思ってやったメイク。そうです、メイク研究中なう。難しいよねメイクって。そうそうそう、レミちゃんの足が美脚で好きです。嬉しいです、ありがとうございます。これからももっと美脚目指して頑張ります。メイクは経験されなすぎる。メイクはやるだけ上手くなるのでね。足見せて、ぜひインスタをご覧ください。私のインスタを見てください。そうだね、でも今の前髪長いかも、ちょっと切りたい。痛くなってきた。唇すごい乾燥してる。ショールームでも足が見たいな。それは難しいな。それは結構難しい話になってくる。なんかさ、ね、難しい。ちょっと。フリーツスカートっていいよね。それな。リーツスカートはリンもよく履きます。スカートをよく履くかも、足を出したいから、モチベ上げるために。アナボさん誰もありがとうございます。最近新しいお洋服を買いました。はい、買いました。かわいいんですよ。かわいい、かわいい。学校ではミニスカではありません。ちゃんとちゃんと膝下、膝ぐらいまでありますスカート。優等生なんで一応。ロングスカートも履きたい。履きたい、ぜひ。持ってない。今度買います、ロングスカート挑戦したいです。えらいっしょ。ちゃんとね膝ぐらいまでありますよ。膝ちょっと上ぐらい。最近ね痩せてちょっと緩くなってきた。真面目なんでちゃんと校則に従って。学校の食堂報告かよ。でももうね1学期中にもう学校でお弁当を食べる機会とかないから、やるとしても2学期とかになっちゃうけど多分行かないと思う。行けないが正解。ロングスカートっていうか割と長いです。食堂で食べてみたい。でも美味しそう、メニューが貼られてて美味しそうなのいつも目撃してます。いいよね食堂、学校で食堂って不思議な気持ちで。なんかねカレーとかもあるしラーメンとかもあった。そうそう、女子入りづらい雰囲気なんです。ほとんど男子が多い。そう、学食食べてみたい。
この最近つけてるネックレスはママがママにもらいました。リボンのかわいいネックレス、ママがくれました。リボンです。食は食券です。売店も食券かな、食券で買って朝買わないと売り切れちゃう方式。イヤリングですね。耳は行ってない。今日もイヤリングでした。耳はねまだ飽きれません。年齢的にも学校的にも。ちょちょ、いやリボンなんですなんでも合うからつきやすい。カチューシャ、あ、カチューシャ結構持ってるので今度カチューシャ旅行を紹介もしようかな。いいね、カチューシャ紹介。カチューシャ紹介、今日はワンピースじゃないです。カチューシャ紹介し、いいね、カチューシャ紹介し、なんかさピアス開けるの怖い。だって体の一部にさ穴が開くって考えたらやばくない？普通に怖いよね。でもなんか軟骨とか気になる。お姉ちゃん軟骨開けてる。めっちゃお姉ちゃん開けてるよ急な知らせ。なんかここに3個とか軟骨も開けたり、ここに開けたり、怖ってな、見てる、見てるだけで。そう、痛い、痛いらしいよ。ビアビアさんハートありがとうございます。軟骨に開けてる。でも可愛い、見ててけど痛そう。それにさめっちゃさ耳でかくてさ、ね、この前さ学校でさこんな、こんなさこんなことどうだ、こんな感じでさこんな感じにしてたの。普通になんか耳にね、耳と肩の間に携帯を挟んでたんですよこうやってたら、でめっちゃおろ、めっちゃおろやられて、友達に何してんのみたいに言われて、え、何できないのって言ったら、できないって言われて、やっぱ耳が でかくないできないんだと思いました。そう、ただの変人なんだけど、え、できないの？やっぱ耳がでかいからできるんだこれって。ほら、そう、めっちゃでかいからさできる、できちゃうんだよねこういうことが。ただの変人やん。特技、え、嬉しい、特技にできる。なんでやろうと思ったんだろう。でもなんかなんかなんでだろう、なんか手に持ってるのが嫌になってここにやってみた。できてしまったんかい。気まず、きっかけは特にありませんが、なんでだろう、確かになんでだろうね。不思議だね、結構不思議だね。いい耳してはる。リミちゃんは高校1年生です。高校1年生のピチピチ JK です。ちゃんと JK してますよ JK ブランドはねあっという間に終わっちゃうから、なんか使っていきたいなって思ってる JK ブランド、うん、
TK ブランドって結構必要だよね。必要っていうかいいよね TK ブランド、うん、今時 TK 最強だから無敵なので。ラジバナちゃんハートありがとう。最強最強。最強です。使える武器は使った方がいい。本当に JK より JC が好きって言われたらショック。ショック、どうなんだろう。ショック、うんー、まあショックだけどショックじゃないみたいな。なんだ、だって JC のみんなもいつかは JK になるから誰もが通る道的な感じ。何なんだろうね。 JC で見たらよかったよ、ありがとうございます。でも JC から変わってます。何が変わったんだろう、あれに。何が変わったんだろう。特に変わってない。今は夏休みじゃないです。そのあと2年半が勝負です。頑張ります。2年半 JK ブランドを。あ、大人っぽくなった。あ、何も変わってないよね。それは思った、まあ、年齢、あ、白くなった。それは分かる。白くなった。白くなりました。嬉しい、大人になりました。自分じゃ分からないけど嬉しいです、そう言われて。うそー、照れちゃう照れちゃう照れちゃうわ。ありがとうございます。そう、夏になっても焦げない。足が長くな、うそ、そんなことないよ。そろそろエイトの日のレッスン始まる。そうですね、始まります。頑張ります。本当にね、めっちゃ焦げてたよね。高校のさ、友達にもさ、めっちゃ白いねって、何したらそんな白くなるのって言われたけど、いや、もともと黒かったんだよって言って、写真を見せたら、いや本当じゃんってなった。だから人は変わるんですよ。白くなれるし可愛くもなれる。可能性は無限大です。人っていうのはすごいことなんですよ、これが。急に語っててやばいやつじゃん。やだね、こんな人。そう、可能性は、人生において可能性は無限大なんで、皆さんね、その可能性を無駄にしないように生きていきましょう、これからも。いいこと言いました。語り、なんか自分に酔ってる人いて。そう、自分でね。ビアビアさん、だるまありがとうございます。そう、そうなんですよ。そろそろ皆さん、お腹空きません？食べました、夜ご飯。エミはお腹空きました。日焼け対策、日焼け止め塗ってます。常にスプレーとかしてる、塗り直しとか。お好きは、あとは日傘をさしてます。なんか日傘がないと不安になるぐらい。あ、食べたんだ、みんな。餃子いいな、美味しそう。21時まで我慢して、我慢しないでください。ぜひ、あの、食べてください。食べながら見てください。無理しないで、無理は禁物です。じゃがりこなくなりました。じゃがりこね、あ、今の時間で全部食べたわけじゃないですよ、もちろん。何日かに分けて食べてますから。肉じゃがいいね、肉じゃが食べたい。え、我慢しないでください。よくないですよ、我慢は禁物。食べてください、食べてください、ちゃんと15分の間に。ぜひ。じゃあ
レニが頑張ってる、優しいな、優しいけど食べてください。レニは全然気にしないでください。ユイタの手料理食べてみたい。この前ねオムライスを作ったんですよ。見ますか、どこだったっけ、オムライスを作ったんだよ。いや、こんな感じハート描きました。美味しそうでしょ。これを作りました。美味しそうでしょ。メイドカフェっぽいあれだからかな、カートだから。美味しかったオムライス、美味しかったです。自分で作りました。あれはね、ね、ひゆかちゃんにねメンション、ひゆかちゃんがメンションしてくれました。見てください、ひゆかちゃんのストーリー、私出てるので。あはは、あはははは、給食で好きだったメニュー、なんかさ、なんだっけ、あのさ、あのサラダが好きな、磯かえみたいな、磯かえみたいな、なんの、なんの磯かえってどんなのだっけ。なんかさ、ほうれん草かな、ほうれん草とベーコンとえのきが入ってる磯かあえ、磯かあえ、磯かあえじゃない、磯かあえだったらさ海苔じゃん。違うわ、違う、なんだっけ、あれめっちゃ好きだったんだよね。 あとはクリスマスケーキとかゼリーとかなんかタルト系が好きでした。磯かあえじゃないです、ごめんなさい、間違った情報を皆さん申し訳ない気持ちでいっぱいです、ごめんなさい。違う、何だったっけな、忘れました。そう、磯かえはねあったよ、でも美味しかった。でもレミは学校のオムレツはあんまり得意ではなかった。なんか卵がねあんま得意じゃないんですよ。なんだろう、ママの卵焼きしか食べれないぐらい外で卵焼きは食べれない。そう、たまにアイス出るよね、嬉しい、なんかぶどうアイスとか美味しかった思い出があります。給食懐かしい、もうすでに食べたいな、給食って食べたくなるよね。そう、太麺出てないです。そう、揚げパンも出なかったし、特殊なのかなこれって。卵焼き、うん、ハーゲンダッツ出てた。え、なんかさ、これさ前も言ってなかった、誰か忘れちゃったけ どめっちゃ前の配信で聞いた気がする。今ねパイタンスープとか好きだったなんだろう、あれめっちゃ美味しくない、パイタンスープ。ハーゲンダッツすごいね。経済力、あ、鳥取の給食もカニ出ますよ、カニ汁とか出ます。嘘、パイタンスープ出たことないんだ。あ、肉じゃが美味しいよね、年一。いや、そんな、年一か、年一で出ます、ね、でも鳥取だからなんか梨ソースとか出たらっきょう、なんからっきょうのタルタルとか、そう、らっきょうのタルタルをにみたいな、あとはそう、梨が入ってるなんだろうソースとかありました、美味しかった。
なんかチキンとかにかけてた梨ソース。そう、鳥取ならでは。美味しかったですよ普通に。そう、ハーゲンダッツすごいね。それってさ一種類なのかな味。なんかいろんな味出たら面白そう。そうだね、いいねハーゲンダッツ出るって。わかめご飯出たことないかも。でもリミ赤飯が好き。給食問わずだけど普通に赤飯美味しかった。何種類か選べるすごい。え、いや2種類何種類。あ2種類、それは学校によって違う。美味しそう、いいな。クッキー&クリームがいい。リミは赤飯美味しいですよね。え、いいね。でも選べるの好き、いいね。あ分かる、ごま塩美味しい。なんであれと美味しいんだろうね、あんなに不思議。ね、あ給食の話してたら給食食べたくなってくる。お腹空いてきた。くねくねしてるね、どういうこと。くねくねしてんのベビー、どういうこと。でもたまにさめちゃめちゃくねくねしてる人いるよね。学校に一人はいる。牛乳は平気です、好きです。むしろ一人はいるよね、学校にくねくねしてる人。高校にはいないけど今中学の時いたわ。なんか細、めちゃめちゃ細くてひょろりとしたくねくねしてる人がいない。学校に一人はいると思ってたんだけど、違った感じ、気まずい感じ。あ、女の子も男の子もいますね。そう、あ、そうなんだ、逆にいない。え、何たちだ、高校の時、あ、中学校だっけ。白原牛乳飲んでました。美味しかったし、美味しい白バラコーヒーが美味しい。なんか温泉とかの後に瓶に入ってる白バラコーヒーとかがあるんだけど、それがめっちゃ美味しいんですよ。それめっちゃいいよ本当に。温泉の後のさ、なんか瓶で飲むコーヒー牛乳めっちゃ好きでしたね。そう、あれいいよね。なんか温泉の後だからこそわかる美味しさもある。本当に100倍美味しいよね。そう、瓶のがいいんだよ。なんか普通のじゃなくて瓶のだったら余計美味しい。だから鳥取来て温泉入った後は白原コーヒーの瓶をぜひ買って飲んでください。美味しいです。いただけるの難しいけど、そう、冷え冷えなんですよ。それがまた美味しい。いや、お風呂上がりは瓶でしょ。温泉とかだったら瓶しか勝たん。あ、扇風機の前とか一番最高だ。本当にさ、お話し会でも話してたんだけど、鳥取のイベントしたい。すごく鳥取のイベントぜひ開催してください。楽しみにしてます。そうだね、鳥取でイベントして皆さんに鳥取を満喫してほしい。梨狩りイベントとか楽しい。どんなイベントがいいかな。確かに砂丘は暑い、冬は寒い、秋とか。そうしたいね、いつか叶ったらいいですね。このぜひ
バスガイドとか楽しそうだね、めっちゃ超いいじゃん。あ、そう、一日警察署とか署長とかしたい。あ、え、生卵のパンケーキ食べたい。いや、あれは本当に食べてほしい、あのパンケーキ。あれはもうね、人生で一度食べてほしい。食べないと損しますよ、あれは。ガッティで、ガッティで食べてほしいです。皆さんに、大江の里なので行ってみたらぜひ。ね、本当にあれね、賞味期限10分なんですけど超美味しい。鳥取に来た際はぜひ食べてください。皆さん、鳥取案内します、いくらでも。先はあります。一日警察署長したいです。なんかあのさ、警察の制服着てみたい。ビアビアさん、ダルマヤコありがとうございます。警察の格好してみたい、コスプレみたい。DD をされしまる。やっぱパンケーキ食べてほしい、本当に。大江の里のあれは後悔しません、食べて。変顔してないですよ、眠くないよ、マジで眠くないよ、レミガンガンです。お腹すいた、でもでも1時間って本当に早いね。こんなに早いものだとは思わなかった。そう、でもたくさんの方が見に来てくださってて嬉しいです。ありがとうございます。イエイ。うん、お腹空いてるから電池切れてきた。すぐね、お腹空いたらダメな人なんですよ、レミ。本当にね、ダメな人で、本当に本当にダメな人。集中力が切れてもうね、ダメな人なんですよ。皆さん食べてください、ぜひ。そうだね、先輩メンバーで仲良しは誰かいますか？レイちゃんと仲いい、今日も話した、レイちゃんと仲いいです。わかりやすいよね、よく言われます、わかりやすいって。まだまだお子ちゃまかな。それぞれお子ちゃまなのかな。みんなだよ、みんな。指きれい、嬉しい。指なんかでもちっちゃいと思います。そう、ちゃまさん、ちゃまちゃん、れいちゃん、れいちゃんとはよくお話しして、今度お出かけする約束もしました。いろいろ行こうねって、いろんな場所。手相占い、占いレミすぐ信じちゃうからさ、やってほしい。いや、いいことしか信じませんけどね、もちろん。悪いこと言われても信じません。フォロワーすごく増えてる、嬉しい、やった、すごい。プライベートはカラコンしません。でもこの前レミさ、初めてカラコンしたんですよ。お友達からカラコンもらって、でもめっちゃ苦戦した、入れるのに5分以上かかって全然入んないんだもん。全然入りませんよ、あれ。カラコンでもめっちゃ目疲れたからもうしたくない、カラコン。そう、もうね、撮るのも怖かった。そう、ではそろそろランキングを見たいと思います。結構時間やばかった。13位ドンアットマークレミグミさん、ありがとうございます。12位臆病なライオンさん、ありがとうございます。11位プチさん、ありがとうございます。10位リーさん、ありがとうございます。9位ビアビアットマークレミグミさん、ありがとうございます。8位おーちゃんレミグミレミタの笑顔大好きさん、ありがとうございます。
7位ガリさん、ありがとうございます。6位ワンタンメンさん、ありがとうございます。5位立花とも、今日もお話し会楽しかったさん、ありがとうございます。4位ヤンマさん、ありがとうございます。3位サツちゃん、あったまくれみた、週の始まりの月曜日もめちゃめちゃ可愛いニャンさん、ありがとうございます。2位アッキーさん、ありがとうございます。そして1位は紫あったまくれみぐみとかなるみたまさん、ありがとうございます。はい、ではラキレミ41位古川さん、ありがとうございます。おめでとうございます。続いて65位かきくけこさん、ありがとうございます。おめでとうございます。ラスト91位プロージュアットマークさん、ありがとうございます。皆さん今日もありがとうございました。あとラスト枠あるので8時半から20時半からあるので、皆さん来てください。皆さんご飯食べてくださいね。この間にスクショタイムはじゃあ一ポーズだけします。超静止が。皆さんありがとうございます。じゃあまた15分後ですね。15分後会いましょう。まだ終わりません、あと2分ありますので皆さん油断しないでください。いやどういうキャラって感じだよね、本当にさ嫌になっちゃう、ね、そうだから頑張ります。頑張ります、油断してましたよね皆さん。あと2分ありますよ。意味はこの間にちょっとだけご飯食べてくるので皆さんちゃんと食べてくださいね。食べてください、食事は大切なので。あ、目が離せない、嬉しい、ありがとうございます。充電がやばい、確かに充電してください。確かにショールームってめっちゃ充電くる。トークおもろい、初めてやると嬉しい、トーク面白いわ。皆さん長い時間ありがとうございます。本当にもう早2時間です、配信始めて。これは iPad 配信です。 iPad から配信しています。ではもうすぐで終わりなので、では15分後にまたお会いしましょう。バイバーイ。あ、バイバーイ、ありがとうございました。またね。